やばすぎやるやつ。結構広いんだよ。試合番号13番一ノ関代表佐々木選手、秋田北陽、藤井選手の試合を6ミストで行います。佐々木選手、藤井選手は6ミストに入ってください。女子エペブロック代表決定戦に出場する選手にお知らせをいたします。現在男子エペ予選トーナメント13番まで試合が入っております。残り3試合16番まで入れた後に女子エペのブロック代表決定戦を順次空いたピストから入れていきます。放送に十分ご注意ください。
私14番の試合、大阪清風土井選手、海星上地慎吾選手の試合を1ピストで行います。土井選手、上地慎吾選手は1ピストに入ってください。続いて15番の試合、緑岡宇津木選手、玄海和田選手の試合を2ピストで行います。宇津木選手、和田選手は2ピストに入ってください。男子16番の試合、沼田大城選手、法政大学藤倉選手の試合を10ピストで行います。大城選手、藤倉選手は10ピストに入ってください。ではただいまより女子エペブロック代表決定戦を入れていきます。試合番号17番、鹿児島南吉松選手、津久見北野選手の試合を4ピストで行います。吉松選手、北野選手は4ピストに入ってください。続いて18番の試合、成田選手、東亜学園新井選手の試合を9ピストで行います。成田選手、新井選手は9ピストに入ってください。続いて19番の試合、一関第二、勝浦選手、中京大中京小屋選手の試合を7ピストで行います。勝浦選手、小屋選手は7ピストに入ってください。続いて20番の試合、富山西駒場選手、川又丹野選手の試合を3ピストで行います。駒場選手、丹野選手は3ピストに入ってください。
して女子エペ21番の試合、三島種田選手、和歌山東玉森選手の試合を8ピストで行います。種田選手、玉森選手は8ピストに入ってください。女子エペ22番の試合、高崎商大附属遠藤選手、栃木湘南土橋選手の試合を2ピストで行います。遠藤選手、土橋選手は